ミザオン、ミザリオールの音楽堂 Z。 はい、やってまいりました。ミザオン、ミザリオールの音楽堂 Z。 よっよっ、はい、バーバーバーこの前、はい、前回までね、くくりのトークでちょっとやってたんですけど、今回、初の試みというかですね、ゲストをお迎えしてのトークという感じでやっていきたいと思います。早速ゲストの皆様紹介したいと思います。ザ・リブートの皆様です。リブートはい、じゃあ早速自己紹介をじゃあ、こちら、はい、お願いします。あ、僕はですね、はい、あの、愛と申します。はい、はい、よろしくお願いします。リブートのボーカルです。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。いいですか。はい、ギターのアルカです。はい、はい、はい、ドラムのケンスケです。はい、よろしくお願いします。テレピコって名前でもなくて、はい、テレピコで、アルカさんはですね、はい、前回 VK 格闘家バドマンでお越しいただきまして、2回目の出演でございます。2回目ありがとうございます。はい、そして今回はバンドとして、今回先に言っておきます、はい、キックございません。キック、あ、残念でした。残念蹴りたいんかい前回すごかったですからね、気持ちよく蹴らせていただきます告知キックということでね、告知キック、はい、まあ、キック、本当のキックオフですね。いや、もう本当にキック、いや、もうやばかったですよ。その話をちょっとだけさせていただきますあ、どうぞどうぞどうぞ。まあ、はるかさんと、たけしさんね、そして、ヒカルさんとこの3名のやったんですけど、やばかったです。本当に腕しばらく本当にあざができて、はい、2、3日痺れていたかった。まともに機能しなかったんで、腕がそんなに破壊力のある、いや、破壊力3人は3人すごい蹴りでした。本当にやっぱ3発作られたんで、それが大きかった。大きかったですね。もっと食らってもよかったんじゃないですか。いや、いいです、いいです、いいです。今度あの顔面で、いや、いかないかない。今回は、まあ、眼鏡が割れる、眼鏡割れますね。目が良くなるかもしれない、そう一周回ってならない、ならない、絶対ならない。ならないですか。ならないです。今回はですね、改めて、まあ、はるかさんが来ていただいたということでね、前回はまあ格闘技のくくりトークだったんですけど、やっぱり本質はバンドであると。そうですね。ということで、このリブードの魅力とか、うん、いろいろお話を伺っていきたいと思います。2週にわたってよろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、本当こんな風な感じでちょっとあのお呼びいただいてですね、はい、もうね、喋りたくてしょうがない。いや、僕あれなんですよ、最近ちょっとあの露出がちょっとなかったんで。まあ、なるほど。そうなんですよ、前回ちょっとライブ出るまで1ヶ月ぐらいちょっとあのね、あの音沙汰ちょっとなかったので、僕自身が、はい、なんで久々にこうやってあのまあ喋れる機会をいただきましたので、はい、もうとにかくもう喋りたくて喋りたくて、まあ、さっきね、ちょっと準備段階でだいぶいろいろ話したんですけど、それでもやっぱりもう止まらなかったんで、もう本当に止まってないですよ、はい、止まってないです。いや、まだまだあの調べですし、あの全然まだあの喋ってないので。本当ですか。ね、まあ、ちょっと今はかなり抑えてるので、多分ごっそりカットになりますよ、喋り方次第では。あ、大丈夫です、あのちゃんと常識の範囲内でね、喋っていこうと思いますので、皆さんよろしくお願いします。さあ、そして今回じゃ衣装、はい、まあ、もうこのね、8月下旬ということで夏も終わりも近づいてきましたが、そうなんですよ、見てください、この衣装ね、今日ね、衣装ではないですよ、浴衣、浴衣浴衣、これで活動してるって思われますよ。違いますよ、違います、違います。先に言っておきましょう、夏の終わりということでして、まあ、もっと言うとちょっと来回ですので見てインスタがあるということでして、今回 ね、 この ね、 ね、合わせて、はい、夏に合わせて浴衣と。普段はこれでライブしてないので、皆さん誤解ないように。誤解ないように。の演歌、演歌は前の回で、たかしっていうのが出たんで、ビジュアル系の形で、ね、がっつり出てるんで。ちょっと二番煎じになってしまいますので、今日はじゃあちょっと演歌と和は、まあ、封印ということで。封印はしたら、今後はしないですね。さらけ出していくちょっと。いうことでして、はい、まあ、こんなに喋ってるんですけども、はい、まずは、どんなバンドで、そして結成から現代に行き着くまでね、いろいろあると思いますので、はい、その辺ははるかさんを中心に、はい、ちょっとメンバーさんをいろいろね、話伺っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どんどん振っていただければ、はい、まずは結成は何年になりますか。結成は2019年の5月1日、うん、ちょうど令和元年になった、その瞬間に、瞬間にスタート、そうですね、はい、させていただきました。すごくタイミング的にもいい時だったんで、うんうんうん、ここしかないなとか狙ってます。令和の始まりに合わせて、そうですね、合わせて、このメンバーで現在にその集まってって、まあ、最初は、自分と愛だけで、うん、途中から健介の方は、はい、途中加入っていう形なんですけど、最初2人で指導した感じですね。そうですね、まあ、今 の、 そのバンドサウンドからとあまり想像つかないかもしれないですけど、まあ、当初はですね、まあ、ちょっとあの、まあ、ビーズさんにちょっと似たような感じでちょっとデジロックみたいな路線なのかなというふうには僕ちょっとあの思ってます、ね、隣ではそうだっけってギターと同期とあのボーカルとギターと同期みたいな感じで、まあ、同期2回いましたからね、まあ、ギターと、はい、
動機を合わせたそのユニット的に近かったと、バンドといってもそのバン、まあ、ギターボーカルと、まあ、2人だけだったんで、そうですね、はい、そうですねっていうところがあったと、後に、はい、加入と、そうですね、それでも結構3ヶ月ぐらい、あ、そう、すぐにそうですね、なんですけどね、加入して、現在に至る、至るということでございます ね、 すね。そして、もうこれ音楽性ですよ、どういった、もう今今日これ見てるだけで、浴衣着てすごいボーカルさんが喋ってるってバンドだけだと、どんなバンドかっていうのがちょっと正直なところわからないから、そうなんですよね。これは、まあ、はるかさんを含めてその音楽性をちょっと語っていただきます。これはあれで音楽とか流れてる、まあ、もちろん BGM、BGM 流させていただきますので、 ありがとうございます、はい、音楽はどういった音楽、ちゃんとリリースしてる音楽流してくださいね。もちろんですよ、前も流してもらいましたね。あ、そうそう、はい、なので、じゃあ音楽ですね、まあ、まずはここね、ちょっとじゃあ私が出しておきましょうか。そうですね、はい、リリースしたこの音源でございます。女神転生というこれジャケットなんですけど、テルさん、ベルサイユと、ね、あとジュピターのテルさんが、うん、ギターのテルさんに手掛けていただいたんですけれども、テルさん見てますかね？見てるのかな？見てるといい。多分見てるといいな。ということでね、こういうね、まずデザインジャケットね、ジャケットのデザインからするに音楽っていうのはやっぱり、まあ、これでキラキラ系だったなわけねえだろうということで、まあ、そうですね。まあ今日はたまたま基本のやっぱ自分がやってきたバンドがやっぱタンビだったりゴシックなバンドだったんで、ね、うん、そこを引き継いでやってきてるんですけど、うん、でも愛と金を好きな要素を入れるとまたちょっと違った音楽性にはなってるのかなと思っています。はい、はい、私もですね、以前、ライブを何回か見に行かせていただきました。 ありがとうございます。はい、その衣装とかになります、ちょっとまあここのジャケットにも出てるんですけど、ちょっと短尾なドレスっぽかったりとか、いわゆる固定系と呼ばれる派手さもあるんですけれども、音楽は何ですかね、その短尾だけでは収まらない激しい、結構なんていうんですか、ハードロック寄りなちょっと歌い方に近いのをアイさんやったりとか、うん、そうですね、基調は短尾の中にその様々な音楽を入れてるっていうのが私の結構幅広い、ね、うん、そうですね、自分たちのそのバックボーンとしているその音楽性っていうのが、うん、まあ本当に一曲一曲に反映されているっていう、なるほど、反映されてそれがうまくなんかミックスされているような、うん、どうですか、感じですね、音楽的なところ。そうですね、自分個人的に言うと、うん、すごい激しい音楽が好きなので、まあ、ドラムはもうバシバシとこう、はい、激しい感じで叩くようにしてます、ね、ね、ちょっと、はい、打ち合わせっていうか軽く話してた時に影響を受けた音楽は私が好きな、世代だったりとかそういう系統の音楽だったんで、はい、そういうのも意識されてるのかなっていうのはドラムプレイというのを見つめて、あ、そうですね、はい、はい、なんでそういうのが結構皆さんのそれぞれバックボーンであったり、うん、経験したものが生かされて、ただ短尾だけじゃないぞっていうその見せ、そうですね、そこがユーズドの魅力かもしれない、お、まあ、ここだけの話なんですけど、僕最初は短尾とか全然意識してなかったんですよ、むしろ全然そのビジュアル系自体がそんなに僕経験ないんで、もともとハードロックメタルとかそっちの方だったんですけど、まあ、こう短尾もやるつもりなかったんですけど、お、言っちゃったよ、言っちゃったんですけど、ただこう一緒にやるうちにどんどん感化されて、僕も短尾の方にもう完全に両足が入ってる状態なんですよね。やっぱりあと一緒にやってるとその影響であったりとか、やっぱりかなり受けましたね、受けますよね、やっぱり環境っていうのも含めて、だ歌詞もそうなんですけど、この今回女神転生なんですけど、はい、もっと僕もともと書いてたその歌詞ってね、もっとざっくりしたその口語的な歌詞だったんですけど、リブードのその歌詞っていうか、まあその世界観に合わせて、まあこんな風に書きたいな、こうな、なんか硬い文章で結構書き続くことなんですね、特に女神転生は結構硬い文章で書き、女神転生の歌詞はちょっと私もこれ改めてもらって聞いてだけじゃなくて、ぜひ歌詞カードを読むっていうのをね、今なかなかほらネット音楽で見れなかったですね、そうですよね、そうなんですよね、これはちょっとぜひ読んでほしいっていう文章の書き方をされてるんで、これも売りの一つですね、やっぱり結構バシッと、もうひらめいたその歌詞で、リブード初のちょっとラブソングなので、まあそこの、まあ、誰しもが何か経験してんじゃないのっていう感じの、まあ内容の歌詞が書いていますんで、まあ女性の女神の方に限らずですね、男性ファンジャックと呼んでるんですけど、はい、ジャックに特に聞いてほしいな、ファンの名称がね、こんな経験あるみたいな、ジャックが隣にいるかもしれない、おジャック男性のあれですよね、ファンの方をジャックさん、ジャックさん、何ですか、女性のファンの方ジャックさんで、男性のファンの方を
ジャックと呼んでる。そうですね、故障があるんですね、そういう風に。そうですね、ありますね。ちょっと昔のなんちゃらマニアだと新校舎とか言ってましたもんね。ああ、なんちゃらマニア、なんちゃらマニア。ああ、なるほど、まあ、そういうのがあったんですね。そうそう、新校舎とか呼んでたんで、あとはもうちょっと分かりやすく言うとルナシーだとね、もうスーパーのことスレイブと全然スレイブって呼んでますよ ね、 ね。だからここも皆さんちょっと今日ね、この辺で、あ、気になるなと思ったらその日からもう皆さん女神になりましょう。なります。女神、そしてジャックに。そうですね、その瞬間からジャックだね。ジャックです。今もうジャックですよ。俺、俺、完全にジャックです。じゃあ今度サイゼン入らない。そうそうそう。もうドセンで来てください。バージニティブラッドっていう曲があるんですけど、はい、最後まあちょっと僕と目が合った場合、今ちょっとやりにくいんですけど、僕がその客席の方に行って、こうまあ近づいて、はい、こう。ガッとこういう風にやる、ね、このソーシャルディスタンスが叫ばれてる時にあのなね、ジャンヌ・ダルクじゃないですけど、あんなことしちゃうわけですね。あのカラオケで流れてる。そうですね、まあ今はちょっと今年は1年ぐらいできてないんですけど、いずれはそういうのもできるかもしれないということで、これね、ジャック・ザ・ミザさんが最善だったらちょっとそういうの関係なし。もう俺最善ですかね。はい、ドセンで決定なんですかね。まあその今ライブのお話になりました。ここもここからもね、ちょっと売りの一つである、リグードのライブのね、スタイルや、ライブの、まあ、形といっちゃなんですけれども、まあ、売りというかそういうのもちょっとお話しいただけたらなと思いますね。YouTube でですね、浦和ナルシスさんですね、はいはい、でね、やってる動画なんていうのもアップされてますので、そちらを見ていただきたいと思いますけれども。そうですね、ライブの売り、そしてね、特徴なんかもこれも3人3用のね、いろいろあると思いますので、じゃあ愛さん、ライブの売り簡単に言うと、もう聞かせる暴れ版かなと思います。うんうんうん、結構本当に、まあ、特に女神転生とかもそうなんですけど、うん、はい、過去の、表題曲であるまあエボリューションコーリングのセカンドシングルですね、うん、とあとリバースは結構まあ暴れ曲だと思うんですね、うんうん、そんな中で、はい、まだまあリリースの曲もあるんですけれども、うん、結構本当に聴かせる感じのしっとりしたその曲もあったりするので、先ほども言われた耽美であるっていうことに関して言えば、やはり聴かせるっていうのはやっぱ重要ですからね、はい、うん、かなりメロディーを大事にしているので、またその、ね、衣装なんかも見どころだったりとかもね、ライブでせっかくね、こういうかっこいい衣装を着てるんでしたら余計見てるから、私個人的なポイントとしてはですね、はるかさんドレスのこのひらひらしてるところね、かっこいいんで、これぜひドブロ太ももだけ単語言わないで、太ももじゃあ見に最善に、そうですね、言い方ですよ。そして2人で太もも、結構いい太ももなんで削り取ってシェアしましょう。引き取ってそれは嫌だ。あと脇腹俺噛みつくから。何ですかその、まあ、噛み癖があるので、そのやっぱり聞かせるというところのやっぱね、重要なポイントを楽しんでほしい。では続いてはるかさん、ライブの魅力ですね。はい、魅力、これも今愛が言っちゃったんですけど、やっぱメロディーをすごい大事にしてるバンドなんで、やっぱ歌メロだったりメロディー、全ての楽器に対して結構音色を魂を込めて作ってるんで、その辺をよく聴いて、あとはもう激しい曲も結構多いんで、一緒にライブで参加してストレスとかもね、いろんな思いを発散できてくれたら嬉しいなと。いや、そうなんですよ。全てのメロディーって今ちょっとはるかが言ったんですけど、まあ身内褒めでなんかちょっとあんまりちょっと好きではないんですけど、全てのあのパートがなんか結構変態的に難しいんですね。あ、なるほど、やる側もそういう風に。そうなんですよ、もう完璧なまでに結構突き詰めたのをこうドカンと出してくるんで、そこもよく耳を澄まして、インストルメンタルだと結構わかるので、そこもちょっとまあライブの時にどんなフレーズを弾いてるんだろうみたいなのね、入場してくるところからね、そういうところから一つ一つがすごい佇まいとかね、こんだけすごい喋ってますけど、ライブになるとものすごい真面目っつっちゃうんですけど、やっぱりガッツリ聞かせて見せてくれますからね。結構骨太なので、骨太骨太ですね。そういうところも見どころかな。では続いて、はいはい、ドラム側から向けた。そうですね、やっぱりうん、この3人のキャラクターに皆さん注目していただけたらなと思ってまして、うん、まあ今言った、アイは骨豚な、悪口ですよ、それただの悪口です。事故ですよ、事故ですよ、ただの骨豚って。頑張れ。もしかしたら水田さんのこと言ってるのか。マジかこれ怒った方がいいところですよ。これやばいですね、これ怒ったらいいですよ。全カットですよ、もう。
すいませんでした。なんならもう配信すらもうなかったことになった。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。僕にイメージして骨ぶっとうな、まあ、骨ぶっとう、まあ、骨バタって今言いましたね、しかもまだ頭骨って言っちまうよ。まあステージでも男らしさを見て見せてくれますし、はるかはね、あの美を追求していて、すごい美しいギターを弾きますし、まあドラムの健介はこの二人の後ろでなんかちょっと不思議な子がいるなみたいな、テビシコなテビシコ、それは何ですか先ほどから言ってるのキャラクターなんですか。今回のね、女神転生からもう転生したテビシコ、転生のだけなんか違うキャラクター転生したって、そうなんですよ、ちょっと宇宙人的な感じ。今回の CD から転生ということでちょっとキャラが変わってきたと。転生を間違えました。間違えました。転生って間違えるもんなんですかね。初めて聞きました。まああっち行ったりこっち行ったりですね。なるほど。ただまあこんなキャラクターにそう見えるかもしれないんですけど、彼のドラムプレイは結構激しくてですね、まあ、毎回スタジオ行くときにはもうみんな耳持ってかれるんですよね。すごい爆音ドラマーですね。めちゃくちゃでかいです。耳がいつもいや持ってかれてますね。でもそれだけパワフルなプレーと、それだけあの叩く力強さっていうかね、あのもちろん叩くだけじゃなくて気迫とかあるじゃないですか、そういうのが。私もライブで見たんですけれども、あのなんですか、もちろん音とかもあるんですけど、前に出てくるっていうか、そのキャラクターっていうか、その気迫とかもね、今日見せるぞっていう、なんかそういう気合がやっぱりちょっとなんていうんですかね、90年代を感じさせる気合のドラムというか。そうですね、なんかそういうのはありますね。そんな普段はこういうなんか間違った転生間違った転生をしちゃってるんですけど、これドラムちゃんと叩いたら音聞こえるかなって思うかもしれないんですけど、そこですね、はい、違うギャップがあるんですね。なるほど。さあ、はい、そのね、ちょっと宣伝になってしまうんですけど、そんな個性を皆さん持ち合わせたリブードなんですけど、はい、ワンマンがあるということで、この話もちょっとワンマンに向けてのお話をね、ちょっとしていきたいなと思います。さあ、ワンマンの日時と会場を教えていただけますよか。はるかさん、お願いします。9月17日、金曜日なんですけど、青山リズムで、僕と愛の生誕ワンマンが開催されます。おめでとうございます。決戦は金曜日。金曜日ですね、古いな、ドリカムね。そうなの、ドリカムね、ドリカムの曲ね。なんか YouTube で、おすすめに回ってきました。さあ、そのワンマンに向けてのね、意気込みとか、はい、またその、なんですかね、まあ、目標とかもいろいろあると思うんですよ、思い。そういうのをちょっと一人ずつ、今度はケンさんからいきましょう、逆。おー、ケンさん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 。そうですね、まあ、結成して、まあ、2年ちょっとになるライブなので、まあ、集大成的なライブを見せれたらな、いいなと思ってます。テレピコ。おお、ちょっと待って、ちょっと待って、テレピコ、もっと寄ってテレピコって言ってもよろしいんやで。何ですか、お酒飲んでるんですか。酔ってます。ちょっと、乗り時になんか酒飲んでちょっとフラフラになってきたみたいになって、目もちょっとうつろ、ちょっと検査されたらやばいかもしれない。もう免停です、免停。車乗ったアウトの感じ。そうそんな感じで持っていくと、自転車もダメです。そうですね、集大成を見せていきたい。じゃあ続いてはるか。そうですね、自分的にはやっぱ2人のバースデー記念のライブなんで、なんかそれぞれのね、なんか個性を生かせたライブにしたいなと思って。ただのワンマンではなく、その生誕というところもありますからね。ちょっと詳細はまだね、決まってないんですけど。そうですね、この辺もお楽しみに来ていただければと思います。はい、さあ、ここビシッと、ここビシッと決めないと。はい、お前ら全部持ってくからな。絶対に来いよ。 We are Reboot、 You are Reboot。 おー、かっこいい。 We are X みたいになってましたけど。なんか最後ね、どう見ても YOSHIKI さんの言い方ですね。 We are。 さあね、そのライブもございますので、ぜひ皆さんお越しくださいということでして、あの、お花楽しみにしてます。そんなこと言わなくていいです。生々しい話を突然。青いバラ、ひまわりです。あ、しかも9月にひまわりですか。はい。まあもう終わってるような気もするんですけども、まあまだまだギリギリひまわりも欲しいなということでございます。さあ、ね、そしてですね、ちょっとこっから、話題を変えまして、お茶でございます。で、その時ですね、だ！ほら。